久保ゆりかアルマキア情報局。皆さんこんにちは、徳井空です。皆さんこんにちは、久保ゆりかです。はい、徳井空、久保ゆりかアルマギア情報局。この番組は歌姫音楽プロジェクトアルマギアプロジェクトの魅力や楽曲を私たち2人がお伝えしていく番組です。はい、遠いね。ちょっと遠いよね。ちょっと遠いね。いやでもやっぱさすが桃ちゃん、透明感があるよね。そうだよね。やっぱ楽しみにしてた分、うん、この透明感はすごい来るものがあるよね。私たちにはない透明感がやっぱ見上げてる、うんうんね。まあ、だからもうちょっとしたらじわじわ色が出た。透明感なくなるって意味じゃなくって、なんて言ったらいいの、うん、なんて言うの、なんだろう、姿が出てくる。その恥ずかしいとさ、透明になっちゃう生き物っているじゃん。あるよね、うん、だから、うん、だんだんそのももちゃんの中の恥ずかしくないっていう気持ちが出てきたら、うん、ももちゃんの実態が見えるようになってくるはずなんですよ。じわじわ浮かび上がってくるかもしれない。よくよく目を凝らせば ね、見えてくるかもしれないですよ。早く見たいな。早く見たいよね、しっかりとね、しっかりと見たいなって。形あるね、形ある方もね、うん、見たいよね。ちょっと見たいなと思ってますけれども、はい、なんかハロウィンのネタに合わせてないのに、ちょっとハロウィンっぽい話になっちゃった。確かに違いますよ。もうでもやらんでしょ、久保さんも。これはしないでしょ。ええ、あるこれ、これのすること、うん、最近、最近というかこの時期30日ないですよ。ないです。人生でそういうパーティーしたの1回だけです、数年前に。あ、ほんと、うん、おっきい、その来るファンの皆さんも全員コスプレをしてこいっていう恐ろしいイベントをやって、企画でね。そうです、そうです、うん、で全員で集合写真を撮るっていう、うん、なんか後から見て、うん、みんなどんな気持ちだったんだろうっていう写真がいっぱいあります。いいな、みんなこうやってやってた。やってないです。あ、やってないの。はい、チーズ。あ、でもキョンシーの子やってたかも。あ、いいな。そうです、そうです。なんか面白いな、そういう日じゃないですけどね、今日は。そうね、そう、今日はもうゲストさんもいらっしゃるの で、はい、で、いっぱいお話もね聞いていこうと思います。はい、この、ね、発売しましたっていうのを経ての放送になりますから、皆さんもこれお手元にご用意してご覧ください。それでは今日も楽しくお届けしていきましょう。アルマギア情報局スタート。この番組はアクアアリスの提供でお送りします。得意空、久保ゆりかアルマギア情報局。改めまして、徳井空です。久保ゆりかです。そしてゲストのネオン役、朝倉桃さんです。はい、こんばんは、ネオン役の朝倉桃です。すごい、空気読む天才だ。すごい優しい ね、嬉しい。しかも実態を見せてくれた、ネオン役。ねえ、嬉しい、嬉しい。早めに見せてくれて嬉しい。ありがとうございます。じゃない、イベントをね、つい最近一緒に京マフで出て、そっからちょっと間空いちゃうのかしらみたいな思ってたんだけど、うん、すぐに会えた。いや本当にいつか、このラジオに行かせてくださいって言ったらすぐ呼んでいただけて。いやもう秒ですよ。こちら側としてはもう常に受け入れる準備ができてました。行きたいって言われたらいつでも来れるようになってるんで。いやそんな気軽に来ていいですか。明日空いてるんですけどみたいな感じで寄ってもらってね、全然いいよね。ありがたいです。いや嬉しいです、ありがとうございました。です、イベントどうでした、覚えてます？もうめちゃくちゃ覚えてます。まあ、まずこの、ラジオのこの今回のオープニングでも、もう驚かされたんですけども、お二人のこうテンポ感と、夫婦漫才的な漫才しとらんのよ、こちら。しかも夫婦漫才安定感がもうすごすぎて。確かに。そう、やっぱりこの長年ね、ずっとやられてるって聞いていたので、もう本当にこうはーってこう勉強になったのもありますし、
何が言わせてる、もしかして言わせてないこれ。え、次このセリフ。そうそうさっき多分裏でさ、うん、これこう言っといてって、うん、確かに。いやいやいや、でもアルマギアについてもこう教えていただいて、ね、そう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 、はい、結構あのやっぱイベント自体の時間が40分とかでしたっけ、うん、そう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 、コンパクトだったからなんかね、ギュッとしてて、そうそうなの、そうなの、覚えてない、覚えてる。そうなのよ、我々もちょっと定かではないぐらい。そう、あといつもと役割がやっぱ違うかったの。そうだ、正直クマさん司会だったっすね。そう、本来だったらどっちかとこの人が回すんですよ、うん、そんなわけないですよね。いや、そんなことないです、そんなことないです。でもそう、そうなんですね、確かにそのイベントでもね、そう、たまたま、めずら、本当にめず、逆に珍しくて、あの携帯も、彼女が大体回してくるんで、ん、今が一番楽しい時間です、逆に。逆にでもみんなとこう和気あいあいできて、うん、そう、ね、柏木さんも含めワイワイだったから、しかも発表事も多かったじゃない。だからなんかもっとゆっくりやっぱももちゃんのことも知りたかったなってね、ちょっと思っちゃったりしたんで、こうやってねラジオに来てくれて本当に嬉しいです、はい、ありがとうございます。そしてなんとなんと、はい、この度10月20日にアルマギアの単行本1巻が発売されました。イエーイ、やったー、待ってくれて嬉しい。サムネイル、いやー、そうなんですよ、待望の通常版とこの特装版の CD がついてる方とね、うんうん、あるんですけど、皆さんゲットしてくれましたでしょうか。どうですか、表紙になっちゃってますよ。表紙に なっちゃってますよ。表紙になっちゃってますよ。本当にこんなにドドンとネオンちゃんを描いていただいて、うん、本当にこう声を当てているというか演じている身としてはもう嬉しいですね。しかもなんかまたさ、その作品内で読む感じとちょっとねタッチが違うというか表紙、うん、だからこれはこれで新鮮で、なんかなんていうのかな、絵画っぽくていいよね、うん、そうですよね、確かに飾りたい、そうそうそう、飾りたい、ね、うん、この表紙、そうなんですよ、できれば2人くっつけたいので、やっぱちょっと同じ缶を2冊買ってもらってこうやって並べた方がいいんじゃないかなと、ね、いや並べたいよね。思いますね、やっぱ一枚絵のなんかポスターとかでもめっちゃ欲しいし、そうなのよ、この一枚絵なんかしてほしいよね、うん、こういうグッズとかね、確かに欲しいなと思いますけどね。例えば、いいね、例えばやっぱこの大きくて飾りがいがあるものといえば、あと二度おいしい、そう、飾る前の段階も楽しめるといえば、ジグソーパズルしかない。もうももちゃんが言うんだもん。そうだよ、ジグソーパズルだよね。だってさ、ももちゃんが言うんだもん、そりゃもうジグソーパズルにするしかないよ。何ピースぐらいにする？やっぱ4ピースだとすぐだよね。すごい変な形よ。4ピースはもう、4ピース何、うん、どんぐらい、1000ぐらい、いやー、もうももちゃんが言うんだもん。そうだよね、センスのジグソーパズルにするしかない、してもらっていいですか、こんぐらいになると思うんだけど、うんうん、いや、いいと思う、うん、映えそう、映えそう、ね、一生懸命作ってトイレに飾ろうね、うん、トイレなんだ。トイレ明るくなるね、明るくなるからやっぱ、うん、そうなんですよ。で、あのツイッターとか見ててもすごいいろんな店舗さんが発売しました、うん、入荷しましたってツイートしてて、はい、で、あの後ろに今日はね、うん、このポスターもあるんだけど、はい、これ書店さんに飾ってあるやつなんだって、すごいよね、リアルなやつを初めて見た、生でこれ、ね、うん、なんとあの私たちの顔もいや、これね、実は、うん、めちゃくちゃ勝手に使われるの、うちらの写真。語弊があるけど、これめっちゃいつも勝手に使われるの。フリー素材とか、フリー素材なのよ。そうなのよ。気づいたらなんか、うん、漫画雑誌の中とかにもなんかあったりとかするぐらい、なので今後たまもちゃんもたくさん出てくると、フリー素材、フリー素材、素敵な写真がね入っちゃっておりますよ。ぜひ生でね、あの書店で見てほしいですね、うん、見てほしい。他にもね、たくさん広告が出ておりまして、うん、東京を走る JR 中央線の各車両にてステッカー広告、秋葉原や新宿池袋渋谷などのビジョン広告が出ていたり、うん、テレビ CM や公式ツイッターでのリツイートキャンペーンが開催されていますということで、うん、私もね聞いたんだよ、あの電車に
アルマギアが貼ってありましたみたいな。すごいですよね。電車ってすごいよね。確かに見れてない。私は見れてないんですけど。私も見れてないんですよね、うん、じゃあ貼ってないのかな。違うんですよ、違うんです。いやうちらそんなずっと乗ってるわけじゃないんです。電車乗り換えてずっと乗ってるわけじゃないから、ねね、いや奇跡的にね。そう、ビジョン広告もね、そう見た人もいるみたいよ。そう、これいつまで まだ間に合うのかしら。そう、11月9日まで。なるほど。そう、あるとこにはあるみたいなんで、はい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 、ぜひ皆さんちょっと探してみてください。はい。あとリツイートキャンペーンもね、うん、今私たちのサインのプレゼントキャンペーンがあって、はい、はいはいはい、ぜひ絶賛開催中なので、はい、ぜひ皆さんチェックしてください。はい、お願いします。さらに12月10日にはイベントも開催されます。一部は夏川椎名さんと徳井空、うん、二部は朝倉桃さんと久保ゆりかさん。単行本に封入された抽選招待応募券で応募が可能です。ということで単行本の中にね、うん、入ってる今シリアルナンバーは綺麗に折りましたが、 CD に入ってるタイプの形になってる。もうそうそうそう、そなたが曲げたことでスクエアになってますけど、これがねこれで応募できるので皆さんぜひ参加してください。ぜひぜひ。力の入り具合がすごいですよ。すごいですよ。テレビ CM やったもん、見ちゃったよ。いやこれはあの応募はいつまでできるようになってるんですか。11月30日。急におじさんの声が入ったみたいになってますけど皆さんレオムさんです。おじさんじゃなくてお兄さん、うん、はい、すいません。お兄さん、お兄さん、お兄さん、すいません、ね、うん、勝手に入ってきちゃいました。11月30日までなのでなぜひ、はい、ぜひぜひ。まだ余裕があります。CM だったりこのビジョンの映像だったりとかは、うんうん、ナレーションを担当されたとか。はい、あの、うん、撮らせていただきまして、もうぜひぜひ聞いてほしいですね、うん、結構あの短い中にギュッと、うん、あの喋って、うん、あの情報量多い CM になっているので、うん、ぜひ聞いてほしいなと、見てほしいなと思います。見てください。楽しみにね、みんなね、うん、都会へ出ていけばいいよ。そうよ、そう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 都会に集まれ。そう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 だよ。いやだって大都会じゃない。だって新宿、池袋、渋谷なんて秋葉原以外も、いや、秋葉原も大都会だよ。秋葉原も大都会だよ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、なんていうか、筑波エキスプレス。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。で、なんか人は多いけど、そのごめんなさい、都会っていうその概念がなかっただけで、その神的なその、そうだね、神域なので、確かに、ごめんなさい、ごめんなさい。なのでぜひぜひね、都会に、秋葉原、うん、都会から含めてね、はい、お願いします。そして特装版にはこれまでの既存楽曲と新曲が収録された、うん、アルマギア特別セレクション CD が付属しています、はい、こちらですね。これはもうこの特装版だけのもので、うん、非売品というかね、あれなので、うんうん、なのでミヒタナさんぜひこれも聞いてください。完全私たちのミュージカルコネクトも入ってますんで、はい、私たちのミュージカルコネクトも入ってるの。私たちのミュージカルコネクト入ってるよ。私たちのミュージカルコネクト入ってるんだ。うん、私たちのミュージカルコネクトね。M4 です。入ってます。終わんないの、ごめんね。ごめんなさい、ね、うちらしつこいのよ。すごいよね。そうだ、人呼ぶとなんか気づく。うん、確かに。どうしようって思ってそうって今思って、そうだ、ね、気づいた、うん、全然あのもう私のことは忘れていただいて。いやいや怒られちゃうから、もう見てみて、楽しいから、うんうん、ね、そうですよ。ももちゃんが大好き、そして、うん、ねネオンちゃんが大好きな方々がブチ切れてくるのでちゃんと入ってきてください。怒らないでください。やばいってね、なっちゃうからね。嬉しい。そうなんです、うん、CD も合わせてチェックしてください。さらにコミックのあたりでは、はい、朝倉さんのインタビューも掲載されていますが、うん、改めてアルマギアの世界観だったり、はい、ボイスコミックで演じたネオについてちょっと感想を聞かせてください、まあ、イベントとかでもね軽く聞いたんですけども、はい、改めてお願いします。そうですね、うん、あのネオンちゃんをこう演じていて、うん、その結構こう私とはちょっと似てるところがあんまりないような女の子だからこそ、すごく演じるのが楽しくて、であの明るくて前向きっていうところだけが結構こう見えがちなんですけど、実はなんかその奥にはすごくこう芯が通ってる、まあそんなエピソードもあったりして、すごくこう応援したくなるような女の子になっているので、なんかみんなから愛されるキャラクターになったらいいなって思いながら演じていました。
演じられていました。完璧ですよね。完全にそれでした。ボイスコミックも、うん、結構いきなりそのシリアスな場面もあったりとか、ね、見た目の可愛いところだけじゃなくて、うん、お話はやっぱ結構深かったりもするから、うん、でもあのボイスコミックもすごかったですね。本当になんかアニメがもうほんとすぐね、うん、見えるかのような。確かにあの収録のこの携帯も、うん、あの普通、まあ、多くはあの文章でいただくじゃないですか、うんうんうん、じゃなくてもうそのままコミックをくださって、わやりやすいね。我々からしたらめっちゃやりやすい。それにだからまあ、 あのアドリブとかも自分が好きなところにこう入れられたりとか、結構その自由度が高いし、うんうん、表情とかも分かりやすいような感じだったので、うんうん、なんかこれでもしね続きの2巻3巻4巻ってあったら、なんかこの形式でみんなでできたらなんかすごく楽しそうですよね。面白いね。そうやって撮ったんだ。映像は見ずにじゃあ撮ったってことか。じゃあ完全にももちゃんの間で やれたってことだもんね。そうですね。すごい。そしたらでもそれが多分作品作る側とぴったりだったってことだもんね、うん、きっと、うん、すごいね。ちょっとじゃあ事前にですね、うん、ゲストさんへのお便りも募集しておりましたので、うん、ご紹介したいと思います。ラジオネーム嵐さんからいただきました。ありがとうございます。徳井さん、久保さん、朝倉さん、こんばんは。こんばんは。最近だとレオムさん以外のゲストが来るのは久々ですね、うん、ちなみに今日もレオムさんはいらっしゃるのでしょうか。手を振ってます。もしいらっしゃったら原作者から見た朝倉さんのネオンはどうだったのか、うん、感想も聞きたいです。聞きたい。あ確かにイベント内じゃ聞けなかったもんね。本人も聞いたことはない今のところ。そうですね、あのこうコミックナタリーさんでのインタビューをした時に、うんうんうん、あのちょっとだけこうなるほど伺ったりはできたんですけど、うんうんうん、でもそのがっつりとかではないので。そうだよね。そうですね。確かにこれを機にね、うん、ちょっと、うん、褒めフェスしてもらって、はい、ぜひぜひ感想を聞かせてもらえますか。本当にそうですよ。本当にだってもうさっきね11月30日までとかって言ってたのが、いることはもう分かってるので、いることは分かってるんですよ。そうそう言ってください。どうだったんでしょう。本当に事前にキャラクター作ってきていただいてたんで、すごくドンピシャだったんで、そこからもう本当に少しずつこういう要望っていうのをやらせていただいて、すごくいいネオンの声を作っていただいたなと見ております。ありがとうございます。そもそもキャスティングってリオムさんがしてるってことですよ ね。じゃあある程度やっぱもうそのね作品がこう進んでいくにつれ、ネオンは朝倉ももさんだなってそのなんかもうちょっとなんか自分の中ではシミュレーションができてたってことですよね、きっと。いろんな作品で見てたんで、うんうん、ありがとうございます。すごい結果ぴったりだ。ありがとうございました。ぴったりだ ねと思いますけれども、嬉しい。ボイスコミックって今後もまたあったりするんですか。確かにやりたいです。やりたい、うん、また聞きたいもんだって。そうだよね、うん、しかも今回はねやっぱ冒頭のちょっと短いシーンだったから、うん、ねキャラクターがこうどんどんね増え、ね、ていくし、ぜひぜひね我々も参加したいところで、ね、私出てくるところまで、ね、そうそうやってほしいんですけど、ね、やりたいぜひぜひ ねはい、ということで、うん、皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではここで一曲、ディーバ茜で喪失のプリンシプル。Stay fine 目覚めの時、奇跡起こせ My heart。 いにしえの力に
在好評連載中のアルマギア、その中の一コマの吹き出しを使っての大喜利コーナーです。今回のお題はこちらでした。じゃじゃん、 Yes ってこう驚いている。すごい驚いている驚きのネオンちゃんだったんですけども、うん、こちらちょっとねせっかくももちゃんいらっしゃってますので、はい、ちょっと皆さんからいただいた回答を読んでもらおうかなと思います、うん、いいですか、お願いします。じゃあそれではまずはラジオネームもつ鍋さんからいただきました。おしゃれのシャってお酒じゃないの？え、お酒じゃないの？え、お酒じゃないの？え、あのこのここの一本これじゃない？嘘！嘘！みんな知ってた？知ってた人？知らなかったよね。え、ほら。え、今ちょっと待って、ちょっと冷静になって。知ってた人手挙げて。外には聞いてないけどね。あんなに言っといたことには聞いてなかったの。手を入れるとちょっと多すぎるから。え、逆に、知らなかった人手挙げて。はい。あ、じゃあこの中では多いね、知らなかった人。え、ボブちゃん知ってた？なんか私も漢字全然得意じゃないんですけど、うん、なんかこう引っ掛けみたいなので有名じゃないですか、このおしゃれの。知らなかった。ちょっとカタカナでしか書いたことないから知らなかった、うん、おしゃれって漢字で書くことないですよね、うん、そうなんだ、なんか お酒の字だと思って読んでたわ、そうなんだ、すごい博識だね。確かに、いや全然全然得意じゃないんですけど、うん、これだけはなんか、はい、知ってます。まあ、でもこれぐらい驚いてるわけが分かりましたね、うんうん、もう私たちまさにこれだと、同じ気持ちになっちゃうね、うん、知ってた人多すぎてびっくりしてる、ね、皆さんどうですか。今外に大人2人いるけど、大人2人も手挙げてた、ね、知ってる方に、ね、そうなんだ、知らなかった。じゃあ続いて、続いてはラジオネーム南国のともさんからいただきました。この年からでも入れる保険があるんですか？あもうあるかあるよね、うん、まだ全然ある、ね、うん、あるある、うん、でもやっぱ戦いがさ普段日常にあるから、やっぱ早めに保険に入るんじゃないかな。そうかネオンちゃんたちあんのかな、ね、アルマギア保険みたいな。あ、アルマギア保険アルマギア保険、マーギア保険とかね、マーギア保険そう、ディーバマーギア保険、マーギア損保みたいな、ちょっとあるかもしれない、どうしたら降りるんでしょうね、そうだね、検討でもつきものだから、そんな一回一回ね、そうだよね、大変だから、なるほど。じゃあ続いてお名前イーマーさんからいただきました。東京ドイツ村って千葉にあるの？そうよ、知ってる、あ、知ってた、あ、じゃあどっちかって言っても本当まんま、ネオンちゃんよりの、あ、いい、そっか、夢の国と同じこう、うん、感じなんですね。そうなんですよ、しかも東京がついてるしドイツ村だし、うん、でも千葉県にあるっていう、うん、最も謎めいた、あれ、ここは 何の遊園地とか、うん、ここはね、なんかドイツをイメージした、うん、敷地、私なんかビール飲み放題だと思ってた、ビールあったり、うん、多分ソーセージもあったり、でもなんか多分びっくりハウスがあったりとか、なんかそのちょっとしたアミューズメントもありつつ、なんかめちゃくちゃ寒いゾーンがあるとことか、なんか寒いあるよね、あるよね、なんかひんやりハウス、そうそうそう、マンモスゾーンみたいなとか多分そんな感じの、そうなのよ、九州でいうとハウステンボスみたいな感じなんですね、近いかも、オランダをイメージした、なるほど、そうかもそうかも、あ、そうなんですね、そうなんですよ、そうなんだ、はい、ということでたくさん書いといただいたんですが、うん、はい、今日はここまでです。ちなみにももちゃんなんか、うん、あ、なるほど、一番へーと思ったのは、確かに、いや、でもどうですかね、やっぱりあの、うんうん、東京ドイツ村が千葉にあるというのが、はい、あの驚きでしたね。よかったら遊びに来てください、行きます、お待ちしてますじゃあ次回のお題も発表したいと思います。次回のお題はこちらです。じゃじゃーん、ちょっとにやりでね、何か企んでそうな館長の表情で一言でございます。はい、回答は番組のいつもの宛先またはガンマのコメント欄で募集しますよ。たくさんの投稿お待ちしております。
保ゆりかアルマギア情報局。ここでアルマギアプロジェクトからのお知らせです。ピッコマライン漫画ガンマ月刊アクションにて漫画版アルマギアが連載中です。月刊アクションは毎月25日に発売ですよ。はい、そしてアルマギアの単行本1巻が好評発売中です。特装版にはこれまでの既存楽曲と新曲が収録されたアルマギア特別セレクション CD が付属しています。さらに単行本発売を記念したイベントの開催が12月10日に開催です。一部は夏川椎名さんと私とクイソラが登場、そして2部には朝倉桃さん、久保ゆりかさんが登場しますよ。単行本に封入された、抽選招待応募券で応募することができます。ぜひ応募してください。こちらの締め切りは11月30日水曜日です。よろしくお願いします。はい、そして私たちのサインが当たる公式ツイッターでのリツイートキャンペーンも開催中です。ぜひ参加してください。はい、そして最後にアルマギアが 2.5 次元舞台になっちゃいます。こちらも続報をお待ちください。詳しい情報は随時ツイッターや公式サイトをチェック。以上、アルマギアプロジェクトからのお知らせでした。徳井空、久保ゆりかアルマギア情報局。クイソラ、久保ゆりか、アルマギア情報局。そろそろエンディングのお時間です。番組では皆さんからのメッセージ大募集中です。募集しているのは一言大喜利とおこぼれマギア、その他普通と感想もお待ちしております。はい、メッセージの宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8000 に文化放送徳井空、久保ゆりか、アルマギア情報局まで。メールの場合はすべて小文字でマギアットマーク GOKR.net です。マギアの綴りは MAGIA となっております。はい、ということで、なんと次週も、次週とか次回もですね、はい、朝倉さん登場していただけますので、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。嬉しいです。嬉しいです。2週もいいんですか。来て、何週でもずっと来て、ずっと来て耐久、いつまでまもちゃんは来てくれるかっていう、確かにね、検証したいですね。そろそろ断りづらいなみたいな毎回やみたいな。来週もお楽しみに、はい、ということでこの番組は各週更新なので11月6日のこの時間は同じ内容が放送されます、うん、次回122回は11月13日に更新です。お楽しみに。ということでここまでのお相手は徳井空と久保ゆりかと朝倉桃でした。バイバーイ、バイバーイ。この番組はアクアアリスの提供でお送りしました。